はい、もうほぼ遺書のようなちょっとものを書かれていて、 ADHD の、診断書なくなってしまったと、はい、まず不慮の事故ってさ、うん、子供の死因のトップやな、はい、常にトップに入ってきてるわけ何年も、うんうんうん、なんでやろうなって思って、これが最近の、医学的に、うん、隊長、はい、少しちょっと聞いてほしい話っていうのがありまして、うん、以前ちょっとレスキューハウスに DM いただいたじゃないですか、はい、でその内容っていうのがこの方のツイッター取り上げてほしいということで DM いただいて、はい、何何でそのツイッターっていうのがコウタさんっていう方のツイッターなんですけど、うん、この方が、まあ、遺書のようなものをツイッターに書かれていたんですよね、うん、そのツイッターっていうのがこちらなんですけど、はいはい、もうほぼ遺書のようなちょっとものを書かれていて、ちょっとそのツイッターの中に ADHD の、診断書も添付されていたと、うんはい、ちょっとそこで大丈夫かなというところで気になってはいたんですが、うん、亡くなってしまったと、はい、まあその理由が飛び降り自殺、バイクで日本一周達成した後にダムで飛び降り自殺してしまったと、はい、ニュースがありました、うん、はい、はい、今回 ADHD の診断書がそのツイッターにもあったということで、その実際その ADHD っていうのがどういうものなのかも含めて隊長と話していきたいなと思うんですが、隊長そもそも ADHD についてなんとなくこういうイメージみたいなのがあれば、ADHD ってやっぱりその一つの個性でもあるんやけど、その ADHD って最近認知されるような言葉になったから、例えばまあ多動性であったりとか、まあ理解が普及してない、ただ言葉だけが先行して、うんうん、で軽症な人でも ADHD っていう人が多くなって、俺 ADHD、うん、物忘れだから俺 ADHD やねんとか、はいはい、だからなんかその重度の ADHD がなんやろな、俺の印象で、うん、世間に広まってなくて、軽度の ADHD のことが ADHD をの認識が広まってるイメージ。なるほど。だから重度って本当に人の命を奪うもんだよとか、うんうんうん、それってあの実は子供の不慮の事故にもつながってるよっていうのをお医者さんの話と聞いたことがあって、はい、まあまあそれは後で言うけど、うん、俺は一つの個性、うんうん、と思ってるから、うんうん、まあそこがなるね、難しい社会問題の一つよね、うん、ちょっとこれ僕の方から詳しくちょっとお伝えさせていただくと、はい、まあ、注意欠如多動症っていうところで、まあ衝動性があったり、うん、多動性じっとしていられないとか、うん、あとは集中力がちょっと欠けてしまったりとか、逆に集中力がありすぎて周りが見えなくなったりといったような症状が現れる、まあ障害と、まあまあ隊長もさっきおっしゃったようにちょっと個性のようなところで、まあ軽度から重度まであると。で僕自身もどうなんだろうと思って、その ADHD のチェックリストみたいなものが出されてるじゃないですか。でそれちょっとやってみたら、確かに当てはまる部分とかちょこちょこあったりはしたんですね。僕の場合はちょっと過集中になってしまったりとかっていうところがあってる。ただこれ重度の方がどうなのっていうところでやっぱ起きてしまうのが、その周囲とのコミュニケーションがもうちょっとうまく取れなかったりとかで、生きづらさ、自分のペースじゃないことに対しての生きづらさっていうところでストレスがすごくたまるらしいんです。そうやね、俺もその ADHD とかじゃないけどさ、もう分かるよね、その自分のペースじゃない時に人ってストレスたまるのなんか当たり前やんか、うんうんうん、夕日が緊張する人とか嫌な作業ばっかりしろって言われててさ、はーと思ってやらなあかんわけやんか、そこにストレス感じるやろ普通の人でも、それが余計に ADHD の人とかは敏感っていうところはすごく難しい問題ね、うん、そうですよね。今回そのコウタさんも、うん、もしかしたらそういったことでかなり大きなストレスを抱えてしまったっていうことなのかなと思うんですけど、うん、そう、得意なこととか好きなことを過集中でバッてやって個性的にはすごいっていう人ももちろんおるし、スティーブ・ジョブズとかもね、うん、ADHD とか言われたりするし、うん、三木谷さんとかもね、うん、ADHD って言われたり、本当にすごい人ほど ADHD だよって診断されてるっていうのは、まあ、世界的に見たらそうやねんけど、やっぱり苦しんでる人はほんまに多いんじゃないかなとは思うし、俺の周りの ADHD の人も苦しんでるっていうところは聞いたことある。そうですね、隊長おっしゃる通りで、その苦しんでる方っていうのがじゃあどう苦しんでるのかっていうと、大きなストレスを溜めてしまったことによって二次障害っていうのが起きてしまうと。あ、はいはいはい、二次障害、はい、この種類っていうのが、まあ、それこそうつ病とか適応障害、うう、はいはいはい、不安障害、あとはもうストレスので暴力暴言吐いてしまったり、もうイライラが止まらなかったりとかっていう ADHD を
きっかけに二次障害っていうところでかなり重度になってしまう。ここが生きづらさのところにもなってくるんやな。そうですね、だから ADHD 苦しんでるプラスアルファその他のところにも影響する、生活全土に生きるっていうところに影響してくるっていうところが、うん、まあ、一番怖い点か。そうですね。なるほどなるほど。まず不慮の事故ってさ、うん、子供の死因のトップやな、はい、常にトップに入ってきてるわけ何年も、うんうんうん、なんでやろうなって思ってずっと調べたことがあって、まあ、答えが全然わからんかって、はい、不慮の事故、子供に道路に飛び出すな言うてさ、なんで飛び出すねって思わん、うん、まあ、けど子供やから仕方ないかって思ってる、まあ、仕方ないかって思っちゃいます、大人が多いわけやんか、はい、俺でもそう思ってたよ、うん、ただこれが最近の、医学的にもしかしたら ADHD が関与してるんじゃないかっていうのが徐々に分かりつつあって、例えばさ、俺の子供に道路に飛び出すのは危険やからって一回起これば飛び出さんねん、うん、けど ADHD って子供のうちに診断されてる子って極めて少なくて、うん、それを理解してる親御さんも極めて少ない、うん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 、だから子供に行くなって言って行く子、うんうん、これは自分の教育不足だって思ってる親御さんが多いねんけど、実は ADHD じゃないんかっていうところ、もしかしたら ADHD これ病院行って一回診断してもらおうかなって、うん、ほとんどの親はならんわけ、はいはい、まだ小さいから自分の子供は、はいはい、もっと教育しな、私の教え方が悪いとか、そうやって思ってそのままにしておくと理解せずな、はい、本当に子供ってどういう行動を取るかわからんから、それが原因で不慮の事故につながるんじゃないか。例えばさ、子供にさ、ここ道路まあ、バーって今車通ってるやんか、うん、はい、この通ってるところの前向こうまで歩いて渡ってこいって言って渡れる？怖いってなるわけよ。けど ADHD の子とかは一つのもの、例えばあれ気になるってなると、うん、落ちてるものが気になるってなると、うん、それを取るっていう、その気になってるから見たいなんねんな、うんうんこれも個性やんか、うんうん、もう気になったら行きたい、はい、見たいものは見たいとか、うん、やりたいとか、まあそれが車っていう危険リスクは普段は分かってるにもかかわらず行ってしまう。本当にこの不慮の事故ってマジで ADHD が関与してるんじゃないかと。で ADHD の理解っていうのがまだ全然されてないから、うんうん、ADHD ってまあなんとなく分かってる、言葉は聞いたことあるっていう人は多いねんけど、ええ、実はそこの理解が浅いから、まだ俺も含めてな、うん、それが生きづらさ、うんうん、で今回のコウタさん、はい、バイクの一周でな、いろんなツイッター俺も見たけど、はい、めっちゃ綺麗な写真ばっかり上がってるやろ。ああ、載せてました、すごく。だからすごいいい景色見たんやろうけど、うん、やっぱりコウタさんはそれ以上に苦しい景色がいっぱいあったんじゃないかなって、はい、生きづらさ、コミュニケーション、自分だけがうまくいかん、もうこれ以上悩みたくない、苦しみたくない、そういうのは人それぞれ感じる点っていっぱいあると思うねんな、うん、いっぱいあるけど、そこに耐えきれない人がいる、うん、それは社会全体の何やろな、理解がもっと進めば助かるんちゃうかって思うねんけど、理解どうやって進めんねんっていうと、学ぼうっていうところの機会がないやんか、はい、お前仕事しとって ADHD で学んでこいって言われてもさ、うん、何やそれってみたいになるわけやんか、はい、なんかどうやって社会の理解を深めたらいいのかなっていうのはすごい感じる。なんやろね、この俺もコウタさんの命を聞いてやで、うん、どうやって ADHD を理解したらいいんかなっていうのは視聴者の皆さんに聞きたいなって思う、うん、なのでもしこの視聴者の皆さんにお願いがあんねんけど、例えば ADHD ってこういうことが起こるよ、こういう危険があるよって、私はこういうことで苦しんでるよとか何かあればコメントで教えてほしいなと、まあ、それを読ませていただいて、それが僕たちの理解、またこの動画を見た人の理解につながるのかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。